今日も集まれ動物の森やっていきたいと思います。青バラ作り始めております。以前にね話した2日飛ばし、このやり方をやっていきます。始めたのは7月2日からです。今日が16日になります。設定時間はですね、皆さんがスムーズにできるのであれば10分ぐらいでいいと思いますので、4時50分ね、2日飛ばして4時50分設定すると、始まるのが51分、でこれで52分になっております。5時を過ぎてしまうと日にちが変わりますので次の日になってしまいますね。それだけ時間がなければ、もうちょっとね、足りない人は4時45分とかね、まあ、今日は雪が降ってますね。雪が降ってますので、水をやる必要ないですね。以前紹介したやり方、おさらいしてみたいと思います。紹介したやり方はね、こちらにあるんですけれど、まず種から、種もう取ってしまったんですけど、種から白バラ2つの白バラを植えていきます。2つ以上植えていくと白バラが交配してできるのが紫です。この紫ができたら、欲しいのが紫ですからね、次の畑に移動させます、ね、で隣に種から植えた黄色のバラと白のバラ、これも交配させることによって白バラ、このバラが欲しいんです。ですから、できたらこの2つを交配させるために別の畑に移動させます。で、紫と白を交配させます。これによってできるのが紫、また紫が第2の紫になりますね。この紫が欲しいです。ですから、この順番の通り、紫、白を交配させて紫、これができたらさらに次の畑に持ってきます。で、次の畑に持ってった紫、これに必要なのが3つ目、これも種から植えた赤と黄色、種から植えた赤と黄色、この畑からできた交配したものがオレンジ、これが欲しいんです。オレンジができたら、オレンジを先ほどの紫の畑に持ってきます。で、この紫とオレンジを交配させます、ね、それによってできるのがさらに次のオレンジ、第2のオレンジ、これが必要です。だから紫オレンジから交配させてオレンジ、これを獲得しましょう。これができたら、その次の畑に移動します。で、このオレンジ、第2のオレンジというのはいくつも作って、これを交配させます。オレンジ同士を交配させる、これによってできるのが赤です。赤ができますので、赤ができたら今度この赤を次の畑に、これもここできた赤をいくつも作って、ここで赤同士交配させるんです。これによってできるのが青なんですよ。ここで青が完成します。ただしですね、以前にもお話ししましたように、この第2のオレンジ、この第2のオレンジ同士交配させることによって、まれに
青ができることがあります、ね、ここでもうできてしまったらこの青を増殖させれば青のバラは完成です。でもこれはね、まれにしかできないので、通常はオレンジ同士を交配させて赤を、赤同士を交配させて青という順番に青バラができますね。今回それをね実践しておりますので、先ほど実践している畑に戻りたいと思います。今日みたいに雪が降ってる日はね、水やりが必要ないので、ここにできた種から作った白バラ、種から作った白バラで、先ほど言いましたように欲しいのは紫です。でも今回これ種から植えた紫、種から植えた白から、紫がなかなかできない状態に続いております。まだ1個もできてません。だから白同士の種で作った、これ全部種から作った白バラです。これを増やしております。簡単にですね、これ種から作った黄色と黄色、黄色、黄色と黄色、黄色からはもう白バラができたので、隣の畑にこれ白が一個ずつ植わってます。これが黄色と白からできた白バラです。ここに紫が進む、これがまだできておりません。で、こちらにあるのが種から植えた赤黄です。種から植えた赤黄のところにこれオレンジができてますね。これは欲しいバラなので移動させます、ね、ここからもオレンジは出来上がっているんですけど、2日から始めているので16日、ね、でできているのがオレンジと白だけです、うん、オレンジオレンジ後半です。まだこれはオレンジオレンジです。第2の紫が来たら欲しいんです。これはね、以前向こう、以前に咲いた青バラをね移動させたんですけど、だんだん増殖して、ちょっと置き場がなくなっているような状態です。こんな状態で今59分、まもなく5時になりますのでね、5時過ぎるとね、静江さんの放送がかかり、日が次の日になります。そうしたら次の日、ね、水やりをやる必要があります。これを繰り返すことによって短時間で青バラを咲かそうとしてます。皆さんもやってみてください。なかなか欲しい色が、お、羽が鳴りました。これ5時の合図です。これで5時1分、5時1分になると静江さんがいつも出てくるんですよね。次の日になっていると白バラのところに紫があると、それを期待して今水やりをやっているような状態です。次の日の水やりができたら、さらに2日間進めるようになります。次の日は雪もないので水やりが必要になります。これでですね、黄色、赤からオレンジ、これは出来上がっているのでね、あんまり水をあげすぎてオレンジができてしまってもそんなに必要
ありません。あとさっき言ったみたいに黄色と白からのバラもこれ白がたくさんできているのでね、そんなに白を作る必要がありません。これは違う色ですね。黄色ができてますね。この黄色は後で出てしまいます。他のとこに色をさせますね。これは使いません。欲しい色だけ作って必要な畑に動かします。今日も残念ながら紫ができておりません。ここができないとね、次の段階に行けません。これは白バラですね。白からできた白バラも必要ありませんので、ここで削除します。いらないものは取り除いて捨ててしまうか、全然、ね、育ててない畑、私だったらこの後ろ、ここはもう畑じゃないんですね。この全然育ててない畑に仮置き必要がないのでね、これは使ってはいけませんので必ず削除しましょう。はい、これで2日分の、あとはこっちもね、次の花ができたら水やりをしなければいけないんですけど、必要な紫が全くできておりませんので、ね、水やりは今日はしません。はい、ここでセーブして2日間ずらします。ここで一旦終了します。で、時間をずらします。ここから2日ずらして、私は10分、まあ8分でできますね、水やりね。これ皆さん10分でできる人は50分に、15分かかる人は45分にね、設定してやってみてください。5時になってしまうと日付が変わってしまいますからね、その前に水やりができればいいということですね。2日間水やりやっていきたいと思います。18日になってますけど、これが今から17日の分をやっていきます。5時になる前に必ず終わらせましょう。白のバラから紫、今日も白バラは咲いてますけど、残念ながら紫は一つも咲いておりません、ね、ここで足止めを食っております。これで紫ができてしまうと次の畑の水やりに行けるんですけど、こちらもですね、毎日のように種から植えた赤木の
できてなければここも毎日取り上げてください。隣にある黄色と白、このバラからは白、白ができてない方はここの水やりもやってください。まずこの3種類交配させて欲しい色を作っております。ね、で、いらない紫が欲しいので白は入れます。このようにね、スコップも使ってるとね壊れますので、スコップもね時々リメイクして壊れないように、この時間帯はね、ジョウロもなければスコップも売ってませんのでね。はい、こちらはね、このままです。これね、また一本はできてないから水やりをやめてるんですね。これが影響する可能性もあるのでね、ちょっと心配です。で、まだどうかな、時間が4分あります。時間が余った場合、時間が本当はもうこれでできてしまってるのでね、5分ぐらいで水やりは完了してしまいますね。だから5分ぐらいで水やり完了するのであれば、先ほどの時間ですね、4時55分とかに設定していれば5分で次の日に入れ替わります。ここは入れます、ね、時間が余ってるので今ここうしてね、お金が出たりするし、だったりするとお金はどうしてもね、ベルが必要になりますから、獲得しておいた方がいいです。時間がね、あればこういう別な作業をして時間を潰すことになるんですけどね、やってみてもいいと思います。時間が、ね、こういうふうに余ってしまうのも無駄なので、次に時間ずらすときは、ね、もう少し短縮して待ってると思います。4時56分とか4分じゃできないですね、5分ぐらい、5分、じゃあ6分でいってみますか。そうすると水やりの時間、別なね、作業をしちゃってますけど、皆さんも空いた時間があればお金の木を植えたり、石を叩いたりして時間を有効に使ってみてください。こ
ました。やっと咲きました。この紫を2つ咲いてます。この紫が欲しかったんですよ。で、この紫ができたら、この紫を持って次の畑に行きます。黄色ができてますので、これは後から削除します。いらないやつをそのままに放っておくと違う交配ができてしまうので、やり方が変わってしまいますからね、気をつけてください、ね、赤ピンもあげといて、ここでオレンジを作ります。白も持ってますね。これも入れます。これも入れますね。色もね、確認しないとね、今こういう状態で白白白黄ね、間違えてここのやつをいらなくで取ってしまうと、ね、後輩の手順が変わってしまいますので、気をつけてください。これをね、こっちに植えた白と紫、白と紫を交配させます。これで本当もやることありませんので、セーブします。はい、セーブして2日間ずらします。ここで外して、18から2日間で、さっき言ったみたいに55分もう1分足しときます。でここは皆さん一人一人の速さ違うと思いますのでね、10分でできる人は50分ね、考えてやってみてください。はい、これは20日になってますので、15日分の水やりを白ができてます。この白が
紫と交配させる使うバラなのでね、隣の畑に移動したいと思います。
要なものは出るまで、必要なところだけ水やりをやって、次の日もうこれでね、この分必要ありませんので、翌日ね、これでセーブしてます。さらに2日ずらします。先ほどのように6本あればできましたので、これでやっていきたいと思います。こんにちは、22日になりますけど、22日の時の水やりをやっていきたいと思います。
金持ち、ね、何日かねやってみましたけどね、このようにですね2日飛ばし、この2日飛ばしのやり方はかなり有効だと思いますのでね、皆さんも真似してみてやってみてください。
私も引き続き何日目に青バラができるか、これからも続けて配信もしていきますのでね、よろしくお願いいたします。はい、今回も参考になっていただけたらこちらとしても幸いなので、皆さんも興味ある人は青バラ作り頑張ってやってみてください。じゃあバイバーイ。